実はダンさんがユースフルの転職サービスを利用してリコムに転職されたということで、はい、そこのこう体験談的な動画を撮っていきたいなと思っております。こういうふうにやることで生き生きと働くことができるんだっていうところを軸として見つけることができた。今回視聴者限定で無料で転職相談乗れる機会を提供いたします。ぜひですね、概要欄の方から応募してみてください。数には限りがありますので、お早めに皆様の挑戦お待ちしております。はい、皆さんこんにちは、トップチューのサスケです。チャンネル登録ベルマークのクリックはまだの方はよろしくお願いします。本日もスペシャルゲストに来ていてます。こんにちは。こんにちは。はい、僕はバチバチの知り合いですが、自己紹介の方お願いしますでしょうか。はい、はい、皆さんはじめまして、池谷と申します。私がですね、経歴でお話しさせていただきますと、新卒で京王電鉄という東京の鉄道会社に入社しまして、そこからグループ会社の広告代理店に出向後、法人営業を担当しておりました。でその後光通信の戦略人事というポジションに転職をしまして、主に採用業務に従事しておりました。現在はですね、リフカムという HR テック企業のカスタマーサクセスを担当しております。よろしくお願いいたします。お願いします。ということで、現在3社目のダンさんですけども、はい、今日の動画ですね、実はダンさんがユースフルの転職サービスを利用して光通信からリフカムに転職されたということで、はい、ちょっとそこのこう体験談的な動画を撮っていきたいなと思っております。よろしくお願いします。ということで、我々が展開するサービスなので、ポジショントークになりがちだと思うんですけども、あくまで皆さんにリアルな意見をお伝えするというところで、フラットに忖度なしでいろいろ教えていただければと思いますので、よろしくお願いします。お願いいたします。その中でやっぱりダンさんが感じていらっしゃった転職のニーズとか、はい、当時抱えてた課題とかも視聴者の皆さんと被る部分があると思うので、視聴者の皆さんは自分とね、ダンさんを照らし合わせて動画見てもらえると楽しめるんじゃないかなと思うんですね。よろしくお願いします。お願いいたします。じゃあまずなんですけど、そもそもユースフルで転職活動を始めたきっかけみたいなところってどんなことになるんですかね。はい、きっかけに関しては大きく分けて2つの2段階あったかなと思っています。で、最初の1段階目はまずフルリモート勤務になったことで、将来のキャリアを見直そうと思ったことっていうところになります。今回コロナ禍をきっかけにですね、光通信でもリモート勤務が可能になって、その中で、これからの人生どんな風に過ごしていこうかなっていう風に改めて考えた結果ですね、昨年の9月に地元の静岡へ引っ越してきたというところになります。今後ずっとフルリモート勤務でキャリアを歩んでいきたいというふうに考えたときにですね、どんなキャリアが考えられるのかというところを改めて見つめ直してみたいというふうに思って、ユースフルでキャリア面談を受けたのが最初のきっかけというところになります。ありがとうございます。まさにユースフルをこうご利用いただいた流れとか背景ってそういったところだと思うんですけど、はい、そもそもダンスさんが光通信から他の会社に行こうかなと思ったところでいくと、フルリモートでキャリアを見つめ直したっていうのはあるんですが、なんか光通信に対してネガティブな思いとか、はい、そういったとこあったっていうことではないんですか。そうですね、全くネガティブな気持ちはなくて、非常に素晴らしい経験をさせていただいたとは思っているんですけども、改めてちょっとフルリモートってなった時に光通信でずっとやっていけるのかとか、過去にどんなことが自分が向いててやっていきたいのかって考えた時に、もう一回ちょっとキャリアについて考え直したいなと思ってキャリア面談に申し込んだというところになりますね。現状に不満があったわけではないんだけど、はい、将来見せた時に他の選択肢もあるんじゃないかというところで、はい、手段としてユースフルの無料のキャリア相談をご利用いただいたのが手出しだったんですかね。そうですね、それが1段階目のきっかけというところになります。でその中で自己分析を、弊社の支援とやっていく中で転職活動しようと最終的にはリフカムになれたという流れで、はい、そうですね、それが2段階目の、きっかけというところで、実際にキャリア面談を応募させていただいて、その後にユースフルさんのキャリアアドバイザーの方と自己分析をする中で、自分には働き方が明確になったなというところで改めて転職をしようというふうに考えたというところになります。前職ですね、光通信に転職するときにも、キャリアプランという面ではですね、将来のありたい姿っていうところについて考えていたんですけども、過去の自分っていうところまで向き合えてなかったんですね。でそういった中でユースフルさんのそのキャリア面談では、将来だけじゃなくて過去の出来事からもいろいろと分析をした上で、頑張れた理由をですね、抽象化していったときに、大企業じゃなくて自分はベンチャー企業のが合っているんじゃないかと思えたっていうところで、転職を完全に決意できたというところになります。ありがとうございます。じゃあなんか結構そのユースフルの支援の中で、自己分析が大きなきっかけというか軸を決めたっていうことだと思うんですけど、はい、この自己分析を含めて、どんな活動をしてきたんですかね、このユースフルとの取り組みでは。そうですね、大きく分けて3つに分けられるかなと思っています。で転職活動って、まず自分にとってどんな会社がいいのかっていう軸を整理しまして、でそのポイントに合う会社を選んで、その会社に入れるように対策をするっていう一連の流れがあると思うんですけども、なのでここで自己分析、企業選び、面接対策に分けられると思っていて、ユースフルのキャリアのサポートでもこの3つに対していろいろとサポートしていただけたなと思っております。ありがとうございます。じゃあ自己分析のところも改めて伺ってもいいですかね。どんな
なことやったか、はい、ということで、はい、自己分析に関しては転職ってなった時に現在の自分だけとか将来どうなりたいかっていうところに考えてしまいがちだったんですけども、そもそも自分の過去っていうところをちゃんと洗いざらい考えられてなかったなと思いました、うん、で就活の時にもういろいろと過去のことは分析したんですけども、そこまで深く考えられていなかった中で、自分は今までどんなこと頑張れてどんなこと頑張れなかったっていうところを具体的に挙げた上で、頑張れたことの抽象化をしていく中で、あ、自分はこんな価値観を大事にしているんだとか、こういうふうにやることで生き生きと働くことができるんだっていうところを軸として見つけることができたっていうところが自己分析の大きなポイントだったかなと思っています。じゃあやっぱ過去の深掘り、そこから来る、まあ、ご自身の特性っていうところが理解できたために転職活動の軸が見つかり、間違いのない企業選びができたみたいなところにつながってくるんですかね。はい、おっしゃる通りです。よかったです。なんかうちも自己分析は結構大事にしてるところというか、キャリアの一番大きな軸になるところだと思うので、うん、弊社の CA がそこは丁寧にやってるということで安心した部分でもあります。ありがとうございます。はい、そうですね、前回の転職の時にも、まあ、エージェントさんっていうのを使ったんですけども、そのエージェントさんと比べた時に自己分析はそこまで支援していただけなかった中で、ユスフルさん本当にキャリアコーチングみたいなレベルでいろいろと自己分析していただけたっていうのが非常に大きなところだったなと思っています。安心しました、ありがとうございます。よくです。じゃあその2点目、企業選びっていうところもあったと思うんですけど、ここは具体的にはどういう取り組みされましたか。はい、企業選びに関しては、まあ、正直自己分析で軸がはっきりしていればそこまで困ることはないと思うんですけども、僕の場合はですね、自己分析をした結果、まあ、HR テックという業界に絞るっていうことになりました。HR テックの中でも人事労務系とかいろいろあるんですけども、採用とか評価とかそういうなんか攻めの人事戦略みたいなところに興味があったので、まあ、それに合致する企業とかその中でもキャリアアドバイザーの方がおすすめの企業みたいなところをご紹介いただいて選ぶっていうところを支援いただけたかなと思っています。具体的にダンさんの特性に合った求人を持ってきてもらって、はい、こういう理由でダンさんこういう求人向いてんじゃないかと提案を受けて、でダンさんも納得を受けた企業群を受験したっていう流れってことですかね。はい、おっしゃる通りです。なんかそこでの進め方でなんか新たな発見とかってありました？こういうの自分向いてるんだ、まあ、やっぱり企業規模とかその会社の社風とかっていうところが今までの大企業みたいなところと異なる中で、その CA の方にこの会社はこういう雰囲気があるとか、このぐらいの企業規模だったらこういうふうな役回りが期待できるとか、非常に具体的に今まで知らなかった知見のところをアドバイスしていただけたのが非常にありがたかったかなと思っています。そうですね、まさにそこはなんかエージェントサイドって求人知識だったり企業知識っていうところを持っていることがある意味求職者の方々へのアドバンテージというか提供価値だと思うので、そこをダンさんにも提供できたということであれば一定効果はあったのかなと思いますね。はい、ありがとうございます。で面接対策の方って具体的にどんなことしました？面接対策に関してはまず想定問答っていうものをいただいてですね、その質問に対する回答のすり合わせっていうのを行いました。想定問答に関しては一般的なものから私用にカスタマイズいただいたものまでありまして、希望業界の知見が深い CA の方からですね、こういうふうに話した方がいいとかこういう表現の方がいいですよみたいな非常に具体的で的確な支援をいただいたっていうところになります。結構うちも一般的な想定質問集、はい、回答集みたいなものはフレームワークとしては準備はしていて、そこからできるだけね、我々も支援が得意な領域、不得意な領域ありますけど、特に得意な領域についてはしっかりとその方にカスタマイズした形でアドバイスするケースって結構あると思うので、おそらくそれがダンさんにもハマったケースかなと思ってたりします。はい、ありがとうございます。じゃあ面接対策とか、まあ、書類も含めですかね。ここはそうですね、書類も含めて見ていただきました。ありがとうございます。でここまでで内容は聞けたかなと思うんですけども、まあ、たくさんいいところばっかり言っていただいてるかなと思うので、まず良かった点まとめていただくっていうところと、プラスとはいえまだうちもねサービスの日が浅いので改善点いっぱいあると思ってるんで、ダンさんから見てここ変えた方がいいんじゃないのって点があればそこも変えればと思いますが、いかがでしょうか。改善してまいりますので、はい、まず良かった点っていうところに関しては、今回視聴者限定で無料で転職相談乗れる機会を提供いたします。ぜひですね概要欄の方から応募してみてください。数には限りがありますのでお早めに。皆様の挑戦お待ちしております。まあ、先ほども少し話したんですけども、何よりも自己分析が非常に深かったっていうところが一番良かった点だなと思っています。やはり他のエージェントさんも前回の転職の時には利用したんですけども、ここまで時間をかけてその過去現在未来っていうところの一本の軸にするみたいな自己分析っていうところまでは正直していただけなかったというところがございます。そういった観点から言うと、本当に転職を考えている人だけじゃなくてキャリアコーチング体験して
てみたいみたいな人にとっても非常に良い支援なのかなと思っています。改善点みたいなところを、ちょっと忖度なしお話しさせていただくと、あえて言えば求人がちょっと限られてるかなと思ったっていうところがございます、私自身はベンチャー志望だったので正直あまり影響なかったんですけども、大手のエージェントさんとかに比べると日系の大企業みたいな求人数が限られているというお話もあったので、そこが唯一デメリットになるというところかなというふうに思いました。ありがとうございます。特にいい点はもうおっしゃっていただいた通りとかは嬉しいところなのでそのままというところなんですけど、改善点もそうですね、おっしゃっていただいた通りやっぱり立ち上げ当初は結構求人も少なくて、特にダンさんの支援していた頃は、やっぱりまだまだ求人も少なかったなと正直今振り返っていると思います。僕らとしてもそれはまずいよねっていうことで改善を重ねていて、そもそも僕らが直接支援できる求人の数を増やしてるっていうところと、あと我々の思想としては結構初回で無料相談乗らせていただいた方々の思考に合わせて、うちが求人持ってない先を希望されているカスタマーとか、そもそも得意領域、ここは得意なエージェントの方にお任せした方がこのカスタマーにとってハッピーだよねっていうケースだと、この提携するエージェントさんの方に紹介させていただいたとかっていう形で、この2段構えですね、うちの求人の拡充っていうところと提携のエージェントさんとの協業というところでサービスの質はこう改善していこうとしてたりするので、ダンさんが支援を受けていた頃に比べると少しは良くなってるかなと思ってたりするので、今後も良くしていきたいと思ってますのでダンさんの言葉を真摯に受け入れつつちょっと改善していければなと思ってるポイントでございます。そうですね、そしたらもう本当に改善点もない素晴らしいサービスになると思うので、ぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。改善してまいります。じゃあ結構こういいところ悪いところも聞けたかなと思っていて、最後にこんな人におすすめだよみたいなところポイントとしてありますかね。繰り返しにはなってしまうんですけども、やはり目先の転職だけではなく、長期的なキャリアを見据えた上で転職活動をしていきたいっていう人に非常におすすめかなと思います。単純に短期的な年収のアップとか労働環境の改善という視点だけじゃなくてですね、長期的に見て自分が将来どんな価値提供していきたいとか、どんな環境で働いていきたいみたいな、そういう俯瞰的な視点で動くことができるようになると思うので、そういった長期的なキャリアプランというところを考えたい方にとっては非常におすすめのサービスなのかなと思っています。ありがとうございます。そうですね、やっぱり我々が一番したくないことって単なる人材紹介というか、とにかく右から左に人を流すみたいなことはしたくないなと思っていて、そこはちょっとダンさんに伝わってて安心してるポイントなんですけど、さらにキャリアの挑戦に伴走するとか人生の選択肢を届けするっていうテーマで YouTube やったりしますし、サービスの質もそうなんですが、本当に皆さんの軸に合った企業が紹介できればっていう思想で動いてますし、まさに長期的な視点でキャリア設計できてないなと思う方がいらっしゃれば、そこはまさにユースが得意分野というかやろうとしてるところなので支援できる範疇かなと思ってたりしますね。あとはその中でもダンさんの場合はおそらく自己分析からしっかりして長期的なキャリアプランを決定して一つ一つ順に進めていく当てはまったケースだと思うんですけど、フェーズによってはもう軸がある程度固まっていて、ここをターゲットに転職活動したいですみたいな人もいると思うんですね。そういった方に関してはある意味自己分析のステップを排除することもあったりはしますし、いきなり求人というとですね、そこはケースバイケースでその人にとっての最適な転職活動のプランっていうのを弊社の CA が作って支援するような形にしているので、そこも柔軟には対応できるかなと思ってたりはするので、ダンサーの周りでももしまたこう使ってくれそうな方いらっしゃったら、ぜひじゃんじゃん使っていただければと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ということで今日はダンさんにユースプルの転職サービスの体験レポートみたいな感じで、日頃こんな形で転職決定した方には実際の裏ではねインタビューしてるんですけども、今日ちょっとみんなに見てもらうためにコンテンツにしてみましたというところでご協力いただきありがとうございました。こちらこそありがとうございました。はい、今日の動画を見てですね、ユースプルの転職サポートを興味持った方はまずは無料のキャリア相談を受け付けてまして、今ね結構応募が殺到していて抽選になったりとか当選できない方が出てきてしまって申し訳ないんですけども、見事当選された方に関しては対応させていただきますので、概要欄から応募いただければと思います。ダンさんにつきましては今回は転職レポートで出演いただきましたが、そもそも施設でのご経験だったりとかキャリア通信でのご経験ってとこもやっぱり少々見たいと思いますので、ちょっと次回の動画ではダンさんのキャリアを深掘る動画を撮っていきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、それではまた皆さん次回お会いしましょう。 See you next time. バイバイ。今日の動画ではファーストキャリアでる京王電鉄の話ですね。勤続年数ある程度重ねて順調に昇進すれば大台に乗る可能性が高い、転職せずにいろんな業界とかいろんな職種を経験できる機会ってほとんどないと思うので、浅く広く経験したい人に向いてるかな。今回視聴者限定で無料で転職相談乗れる機会を提供いたします。大手からベンチャーまで幅広く300名以上支援実績のある優秀なコーチングスタッフが担当いたします。20代から30代で転職に挑戦してみたい皆様が対象になっております。転職活動の進め方がわからない、現職にモヤモヤしている、転職に興味あるんだけど自分のスキルに自信がない、このチャンネルに出てくるゲストみたいなキャリアが歩みたい、
こういった思いや悩みを抱えている皆様は、ぜひですね、概要欄の方から応募してみてください。数には限りがありますので、お早めに皆様の挑戦お待ちしております。